しゃっくりが止まらん。はわわ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 。ブンゴさんありがとう。ジョージさんありがとう。のりともさんありがとう。無職パンマンさん、しげさん、あきやしさん、ピノンさん、のりともさん、じとくさん、ゆうのくんありがとう。クリミー、モッキンバードさん、月影さん、やすさん、タイムファイヤー、 Thank you。 天下界さんありがとうございます。なっちゃん、その服多い、可愛いでしょ。今日の私のファッションはこんな感じです。なんか今年のね、今年の秋はね、なんかね、私グレーにハマりそう。グレー色のもの、グレー色のものにハマりそう。グレー色の、そう、曇り空って感じでしょ。なんか私グレーの服、なんか今年は、今年の秋はなんか、秋ってさ、ブラウンとか着がちじゃん。今年の秋はもしかしたらグレーなのかもしんない。私的トレンズ、トレンドはグレーなのかもしんない。あれ、私は、あ、カバンカバン、よいしょ。ベベンベベンベベン、さあ、ベベンベベン、私的トレンズは、はい、というわけで私はこのお休みで、ね、こちらに行ってきました。こちらに、じゃ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 ーん、うー、はい、皆さんこれ分かりますでしょうか。はい、キティちゃんです。キティちゃん、はい、かわいい、かわいいですね。かっくんワイプさん、ケイさん、小枯らし丸さん、うんさん、ありがとうございます。じゃーん。そう、いっぱい写真撮ったけん載せますね。秋の様子。マスカラグレーいいね。サンリオピューロランド？違います。違います。正解は。USJ です。 USJ に行ってきました。今年の USJ ハロウィンしてきました。ホラーナイト、ホラーナイト人生初めて行ったの。そう、ユニバってキティちゃんのとこがあるんですよ。キティちゃんゾーン、そう、キティちゃんゾーン、キティちゃんゾーンがあって、今年は、今年のハロウィンは、クロミちゃんとマイメロが参戦してるんです。キティゾンビとかおるの？あ、おるよ。なんかゾンビではないけど、なんかキティちゃんとかもハロウィンの、ハロウィンの装いしてた。なんかこの角がうにゃんって生えてさ。USJ 26日に行く予定って。ねえ、マジでさ、私さ、超悲しい。私本当にさ、超悲しい出来事があって、なんか本当に、あのね、今のね、サンリオってさ、あ、今のサンリオじゃない、今の USJ ってさ、今の USJ ってさ、ハロウィン期間だけ、あのマイメロちゃんとクロミちゃんがいるのね、出てきてるのね。で、なんかマイメロちゃんのグリーティングがね、
やってて、何時間おきかにで、ちょうどいい時間があったけん、その時に行こうってなったんよ。そうで、それでね、私がね並んでたんよ。クロミちゃんとマエメロの列があって、私はねクロミちゃんに並んでたんよ。でもね、クロミちゃんの列に並んでる時にね、マエメロちゃんもうすぐ締め切りですって言ってたのよ。でもね、クロミちゃんの方が列多く並んでたの、人がいっぱい。だからえって思ってたんよ。えって思ってたけど、みんな列クロミちゃんの方も並んでるし、マイメロよりクロミちゃんの方が列長いけど何も言われてないぞと思ってさ、普通にさ並んでたのよ。そしたらさ、マイメロちゃん締め切りですって言ってさ、そうなんかさ私たち並んでて何も言われなかったのにさ、そうマイメロちゃんの列の長さ分と同じ人数だけで切り上げられちゃってさ、私さクロミちゃんと取れなかったのよ。そうクロミちゃんと取れなかったの、悲しい。そうなんです。カチューシャもね売り切れだった。カチューシャもね売り切れだってね。カナピエンでした。でもね、ゾンビがめちゃめちゃすごかったしかも待ってね、私ね、もっと悲しいことがある、もっと悲しいことがある。あのカチューシャがね、カチューシャが売り切れててね、クロミちゃんのカチューシャが売り切れてて、あーって思って、あカチューシャ買えんかったけん、クロミちゃんのぬいぐるみ買おうって思って買ったのよ。でさ、ぬいぐるみずっと USJ の中でさ小脇に抱えてさ歩いてたからさ、袋をもらわずにだからさ、今日もさ大阪の街をさ、クロミをカバンに無理やり、あの顔が出た、ぴょこってカバンから顔が出るぐらいでクロミちゃんをカバンの中に入れてちょっと持ち歩いてたらさ、なんかお店でさ多分物見てた隙にさなくなってたのよ。あの新幹線でさ、新幹線乗ろうと思ってさ、そう新幹線のさチケットをさいろいろやりようときに、あれなんかさ私身軽じゃないと思ってさ、なんかがないと思ったらさ、クロミちゃんのぬいぐるみなくなってんの。しかもさ、ハロウィン限定の、でもさカバンにさクロミちゃん入っとって、こんぐらいの大きさなんよ。でも5000、ほぼ5000円ぐらいの値段なのこんぐらいのさ、こんぐらいのクロミちゃんがさカバンからさゴロンって落ちたらさ、私だったら落ちましたよって、落ちましたよって言っちゃうけどな。待って、あの取られたとしたらめっちゃ悲しい取られたんだとしたらめっちゃ苦しい。辛くない？けんちゃん銀色だるまありがとうございます。でもね、写真には残ってるの。あのちゃんといっぱい写真は撮ったけど、そのぬいぐるみと思い出がある分また辛いんだけど、辛すぎさん。そう、朝から夜までいました。はい、なんかそうすごかったよ。みんなあのホラーナイトマジやばい。
ゾンビ怖いよめちゃめちゃ怖かった。なんか普通にさ、なんかあのゾンビがおるエリアってこと忘れて気抜いて歩いとったら後ろからゾンビが歩いてきたりとか普通にあったけど、めっちゃ怖かった。 We are、 あ、呪術廻戦のやつね。呪術廻戦のやつはね、この前乗ったあのなんか 4D のやつか見たけど、あれマジ面白い、あれマジ面白い。あの私呪術高専大阪支部の学生やけん、もう見に行ったけん。え、呪術廻戦のレストランあるやね、あれも行ってみたさ。I love you、 ありがとうリチアさん、 I love you、ジョージさん、ジキュさん、ガルガさん、ケンちゃん、ケイさん、コンガレスマルさん、カクマイプさん、ウアンさん、あーちゃん、ありがとう。え、ウアンさん、たくさんありがとうございます。電化会さんもたくさんありがとうございます。西村さん、ありがとうございます。また行くって USJ、 ゾンビランド、ゾンビランド噛まれなかった？噛まれたとしたら、いや私もうね、あれよ、もうチェーンソーでね、うわーってやられた嘘よ。でもね、チェーンソーのね、チェーンソーのゾンビに襲われました、私。え、そこのエリアが一番怖い、怖いよ、あのチェーンソー音がマジでやばい。本物みたい、本物のチェーンソーみたい。え、バイオコーナー、それめっちゃ行ってみたかった、バイオハザードのやつ。でも一回私ね、なんかね、いとこのねバイオハザードを見よったらね、なんか気分がね悪くなってしまったことがあって、ちょっと怖くて。まだでも多分それちっちゃい時だったからなんだけど、もう大丈夫だと思う。つらすんぎさんやろ、ほんまに悲しすぎねえ、悲しすぎ。都会だと、え、都会ってさ、落とし物しても誰も言ってくれんの？え、やばい、田舎育ちの、田舎育ちの民は落とし物ってしたらさ、絶対に誰かが拾ってくれるって、拾ってくれるっていうかさ、だいたいそこにあるって、拾ってくれた人がいてね。そう今日ここにさ、今日ここにさ飾る予定だったのよ。だからちょっとさ、スペース空いてるでしょ、ここにクロミちゃんがいる予定だったんですよ悲しい。じゃあクロミちゃんのグッズは何も持って帰れんかったん。そうです、悲しい。クロミちゃんの思い出はスマホのフォルダーにしか残ってない。悲しい、悲しい、悲しい。大阪、何しに大阪行ったんやレベル。本当に思い出を、一番の思い出を持ち帰れんかったんだけど。 USJ のビニール袋有料な、え、わかんない、知らない。あ、でもさ、そうなんじゃない、だいたいどこでもそうでしょ。いや、落としたか取られたか頭に何つけてるの？クロミちゃんのカチューシャだよ。私ね、結構カチューシャが溜まってきたんですよ。もうね、ユニバのだけでね、1、2、3、4、5、6個目、今回で6個目です。6個目のカチューシャになりました。壁にかけてある。呪術廻戦、お、時間あるし、また行く？
ドルさん、キュウイさん。おー、ユニバね、あのね、中学校の子たちとかおったよ。なんかね、修学旅行なのかわかんないけど、なんなんだろう。え、修学旅行ユニバってめっちゃよくない？いっぱいいた、学生ちゃん。え、本当に？あの服で行ったのかって。あの服？あのたこ焼き食べてる服ですね。そう、クロミちゃんのカチューシャに合うようにコーディネートしてたんやけど、あのクロミちゃんのカチューシャがなくて似合うやつにしました。今日の服にも似合ってるね。これは何でも似合う気がする。スペイビーユニバにならんかな。ユニバライブめっちゃしたいよね。桜坂さんとかしとるよな。腕に歯型ついてない？9月末の黒みくじたくさんして送るから待っててね。え、待ってる。ハロウィン限定の代わりにはならんけど、え、もう嬉しい、超嬉しい。もう家がね、お家が黒、だんだん黒みになっていくのがね、すごい嬉しい。最近ウエットティッシュも黒みになったし、あのペン立ても黒みになったし、てかサンリオショップでさ、新作のさ、サンリオ今日からなんかあのラブボートだっけ、ラブボートとのコラボのやつとかめっちゃ出てて、あの見てきたんよ。でもちょっと荷物になるなと思って買わんかったんだけどさ、マジ可愛い。え、ちょっとあのね、スリッパのねランダムのやつは絶対にやる。スリッパランダムのやつマジで可愛かった。あれは可愛すぎる。あ、チェンソーのゾンビいます。あ、今年チャッキーあるよ。チャッキーのなんかスニーリーメガネかけていくやつ、あれ行きたかったな。あれちょっとなんか絶叫系怖いもの系いける人いたら一緒に行こう。こんばんは。さっきなっちゃん以外でイエベアキのアイドルさん見つけて王となりましたって。いや、イエベアキって結構多いよ。落とし物拾って警察に届けて。なんじゃそれ、ダメ。カナエピすぎるよな。カナエピピエン。何を急いでたんかな。急いでた。悲しくて。そう。拾ってお姉さん落としましたよ。かっこイケボ押したいって。それはねキュンですね。こんばんは。瞳を閉じればあなたがまだ。クロミちゃん送ったから元気出してって。マッチー、やったねそう。ちょっとね、今回のねユニバーはね、サンリオキャラにねちょっと嫌われてたかもしんない。いや、なんかもうユニバーにおる中でやばい、私サンリオキャラに嫌われとうかもしれんっていう流れが来て、ふう、ユニバーの外出たけんもう大丈夫かって思ったら、まさかのとどめにずっと大事に持っとったぬいぐるみをなくすという。はい、いや、マジで本当に新幹線のさ、改札通ってさ、夜ご飯買おうと思ってさ、夜ご飯買ってさ、受け取る時にさ、あれ、なんかなくないと思って。え、
みたいな、もう新幹線のとこまで来とるんよ。後戻りできねえと思って後戻りできねえ、ささ探せねえってなって悲しかった。ささ探せないやないかい。え、それ落としたのではなく間違いなく取られた。いや悲しい悲しい。でも確かにあのカバンからもうこんな感じでカバンからこんな感じでクロミちゃんで取ったけん、頭をそってドッて掴んだら取られちゃう。ニコさんだるまありがとうございます。あ、今日は2回ぐらい夏希がタイムラインに流れてきて美しすぎて息がなんとか。そうです。あ、やばい、なんだろう。うわ、ゴッドアルティマカイザーさんお久しぶりじゃが、お久しぶり。初見さんになっとうし。マーマットさんこんばんは、元気してました。こんばんわ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 ん。ニコさんありがとう。明日公園前に行く。ガラケーのキーホルダーになっちゃんの写真入れて、クロミちゃんのシール。何それ、あのガラケーのやつさ見たけどさ、そんなのできるんだ。あ、画面にってこと？画面に私の写真を貼ってってこと？何それ、超かわいいじゃん、超かわいいじゃん、超かわいくない？うー、これは私が愛用しているタオルです。仲間タオル、めっちゃふわふわなんじゃけど。ラブボートとか懐かしすぎる。懐かしいやろ、めっちゃかわいい。ちょ、前髪切ろ。ちょっとまた私前髪切るね。今日の夜前髪切るんで、前髪切る宣言ここにさせていただくので、あの皆さん成功するように願っていてください。こんばんは。怖いな、平気な。でも平気そうだね。なんか、うわ待って、電車かもしれん。なくなったとしたら電車濃厚かも。めっちゃぎゅうぎゅうだったもん。めっちゃぎゅうぎゅうの電車に乗った。STU でイエベアキってなっちゃん以外にいるんですか、アリちゃんって。いや、何そのなんかそんなにディスですかディスですか。花子さんこんばんは。私以外いないみたいな、私以外いないみたいな、お前はどうせ家部屋家なんだろうみたいな。私は家部屋家が大好きなんですけれども、唯一無二ってことでいいですか。なちゃん何。いや、私本当になんかさ、もういろんなものをなくして、もう悲しいの。めっちゃ毎回違う形のシールでそれもなっちゃう写真に入れてる。明日ワークマン女子、え、どこに。アルテマお父ちゃん、お、STU のイベントに降臨、待ってまーす。嬉しい。タイのお土産ありがとう。ちたくさんハートありがとう。お話し会の決済は明日までですよ。ぎゅうぎゅうで取られた鉄道会社。え、でもさ、わからんのよ。あのショッピングモールとかでさ、うろちょろしてた時のさ、間に取られたかもしれんじゃん。取られたっていうか落としたかもしれんじゃん。やーなー、ワークマン女子ね、見たことあるけど。カズヤンありがとう。悲しい話でした私の今日の悲しい話、
御堂筋線、いや分かんない、あの大阪ってマジ分からんよな。なんかえ大阪ってさ、大阪ってさ、あの JR 大阪ってさ、うん、梅田、え分からん分からん分からん。イオンモール府中にできるの、えだよね、あの、うん、JR 大阪がイコール梅田ってことだよね。なんかむずいむずいんよ。なんかえなんかさ、そのさイコールでさ、地下鉄だと梅田、そういうことか、イコールで結びつけたらさ、なんかさ梅田よりもさ難波の方が大阪っぽくないっていう、私それで何回かミスりそうになったことある。なんかねえ、なんかねえ、リュックはきちんと閉めておかないと日本でも長野物取られるよ。いやリュックじゃなかったの、リュック派じゃないんですよ私、トートバッグ派で、トートバッグかな、ひょっこりしてたかな、多分あれですね、悲しい悲しい。梅田の地下はマジでダンジョン、わかる、マジあれ経験積まなさ迷子になるよね、あの経験積まには無理やと思う。なんか1年間大阪に過ごしてもなおなんか迷いそうな、迷いそうなぐらいなんかややこしいよね、初見殺し、いやほんまそれ、あのやけんさ海外の方とかめちゃめちゃおったけどさ、今回もさ、今回もっていうか今めっちゃおったけどさ、わかるんかなって思った。だから大阪にいる時にめっちゃ道聞かれるの、道とか電車がこれなんかこっちこれ合ってますかみたいなとかめっちゃ聞かれるのは、いや絶対に私もこれはわからなすぎて聞いちゃうよなって思った。私あの聞かれて聞かれて、なんかこう私が自分なんか日本人として、あの日本人としてさ、あの日本人側として、あの聞かれた時にとっさに正しい回答ができとるかめっちゃ心配になる。でも今のところ成功してます。何かと、おはようおはよう、難波より梅田が難しい、そうなの、梅田あんまいかんもんな。トートバッグならなおさら注意しないと、満員電車だと前に抱えるようにしておかないとダメ。そうね、いやなんかねやっぱね都会だと注意しなきゃ、でも私が普通に落としちゃったのかもしれない私が落としちゃったのかもしれないから、盗まれたわけじゃないの多分、盗まれたっていうことが 100% じゃないから、ちょっとこれはでもみんなも気をつけましょう。もしかしたら悪い人が盗んでるかもしれないから、そこに気をつけましょう。ハロウィンのシーズンにもう一回行きたいですね。またいつまでやってるんだろうハロウィン、行きたいなと思いました、思いました。大阪環状線、あなんかあるよね大阪環状線ってさ、なんなんやろぐるぐるしとるやつやろ、あのぐるぐるしとるやつやろ、あの山手線みたいなちゃうか、違うか、合ってないかもしんない。ハートありがとうございます。あれみんな寝ちゃった、あ来月までなんか、みんな寝ちゃったのみんなが一斉に
みんなが一斉に倒れた。え、ぐるぐるしてるかと思いきや和歌山一帯するから気をつけて。え、それはそれは罠。ぐるぐるしてるかと思ったらピョって和歌山とか行っちゃうの。え、そう、なんかさ、大阪環状線ってさ、なんかさ、新大阪にさ、新大阪駅にさ行きたい時にさ、なんか奈良行きとかのやつに乗るけんめっちゃ不安になるよ。え、これ着くのかなって思うけどさ、着くけん感動する。ハンマー投げみたいに奈良とか行ったらさ、そうなんや。おいしょ、おいおいおいおもろいおもろいんじゃけど、うんってこと、あのハンマー投げ、あの、よいしょよいしょよいしょ、おい君和歌山よいしょよいしょよいしょ、おい奈良って感じ。おもろいなそれ。大阪環状線、や、大和路快速乗ったらふわーってなる。どういうこと、何それ、ふわーってどういうこと。数違いがあるね、山手線と違って。あ、そうなんや。え、ちょっと、え、でもさ、でもさ、新大阪まで、新大阪でちゃんと降りれたら降りれるよね、そういうことよね。一見あの寝過ごしたら終わりみたいな、気づいたらあれ和歌山、え、和歌山みたいな、え、奈良みたいなになるってこと。やばいね、それは、それは気をつけんにゃいかん。はい、ならオレンジのやつならぐるぐる安心、安心だね。都会は地下鉄使いましょう。こんばんは。山紀州寺快速が和歌山、大和寺快速が奈良に通される。わあ、そういうことね。一見ファーってなるんか。新大阪から JR 使うのか。そうやね、新大阪乗り過ごして京都まで行けるんか。乗り換えアプリ使ってる、使ってる。私マジ乗り換えアプリないと生きていけない。乗り換えアプリに命救われてるもん。奈良まで飛ばされた大仏プリン食べて帰ります。いいね。大阪難波間は地下鉄に乗り換え、わかんない。私さ、地下鉄とさ、なんか路面とかなんかもう感覚ないよ。あのなんかもう、あの、うん、あのアプリにさ身を委ねてさ、あの、お、なんとかメトロみたいなやつはどっちですか、地下鉄ですか。わかんない、わかんない、わかんないけど、なんか書いてあるやつのマーク探して、え、なんかさ、ここがすんごいさ、なんかクセっけになったんだけど、何この毛、やだ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 、こんなのやだやだ、もうこれ、ここの毛が自我を持ち始めた。よーよー、とりあえず御堂筋線乗ればいいのか。自分は新大阪から梅田は御堂筋線、あ、多分ね、わかんない御堂筋線ってあの赤い M のやつわかんない、わかんない恥ずかしい。メトロは地下鉄を表すフランス語めちゃくちゃ答えがそこにあったわ。たつやさん、だるまありがとうございます。あ、みなさん銀色のやつありがとうございます。銀色のやつを集めてますので、よかったら銀色のギフトを今集めてるので、よかったらくださーい。
トゥ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 イトゥイトゥトゥトゥイトゥトゥ。あ、そう、明日のさ、明日の公演当日券も出るみたいなので、広島に、広島にお住まいの方で明日夕方時間あるよって方は絶対に来てください。はい、よろしくお願いします。いや、あのね、今大阪って言った私、いや広島っつったよね、いやー、わかんないわかんない、広島あ、でも大阪の人も来れるから大阪の人もあの新幹線で来れば来れるから待ってるよ、広島の人も。この夕方までに、夕方までに広島に着けるよって方は全員来てください。DMM で見守れそう、配信もあるのでね。あ、遠くて遠くて一日じゃ着かないよって方は配信で見てください。インテックス大阪の行き方ならバッチリ。お話し会、明日チケプラ、あ、間違えた、最近チケプラさんと仲良しだから、チケプラと仲良し、おめでとう、隕石だったって、うん、輝かせてもろて、金と銀じゃなかった、金と銀のペンライトはやばい、なんか私すごい、なんか今日の気分は金と銀のペンライトらしい、黄色と緑のペンライト、黄色と緑のペンライトをもうぶん回しちゃって、ぶん回しちゃってください。配信に映るかもね、ペンライトが。明日行きます、右端にいるよ、オッケー、すぐ探す。みんなから、みんな、うん、私から見て右端ですかね。もう広島に住みたい、今日のこの頃。え、もう広島に来なよ、来なよ、おいでよおいでよ、広島に住みなよ。明日下番と、明日下番とじゃないの、私下番とだと思って生きてる、生きてるよ私明日下番とだと思って生きてるけど、下番とじゃないってことある、ちょっとリツイートしよう、当日券のお知らせのやつ、みんな今リツイートするんで、そちらが届きましたら、あ、ゲバントです、お世話になっております、和光ゲバントホール様でございます。くねおりのなっちゃんに言うことで、たどり着けますよ、ビーエン渡辺さん、サイド刈り上げたら似合うと思うんですよね、あ、でもかっこいいと思う、刈り上げたいけど衣装が似合わなくなるのでやめます、それは。金と銀はマツケンサンバなんよ、こんばんは、友達とグリコしながら行くから、いや、それはもうあの1年でたどり着けたらすごいねって感じ。ゲパンと池に落とした斧みたいな、金と銀、はい、どっちですか、なっちゃんから見て右端です、おー、楽しみましょう、下手に、そう、夜公演のみのノーマル花だれです、私の今月の、今月の怒涛の公演、公演ラッシュ最後です、怒涛の公演ラッシュラスト、次はツアーです、次はツアーで会いましょう、楽しみだね楽しみだね、こんばんは、
でもね、筋肉痛になるかと思ったらまだ筋肉痛が来てないんですよ。もしかしたら明日すごい筋肉痛が来てるかもしれない。組手寄りだから船寄りありがたい見つけちゃうよ。なっちゃんの人生のテーマソングは何がありますか。人生のテーマソング、作ってみようと思います作ってみようと思います。なんかテーマソングっていうか、なんか私の人生を支えているアーティストさんはウーバーワールドさんです。ちょっと作ってみよう。私の人生のテーマアーティストさんはいるからテーマソング作ろう。何にしようかな。いや、作詞作曲じゃないよ。さすがにそれはやばい。でもかっこいいけどね。人生のさテーマソングさ、人生のテーマソングって何かありますか。人生のテーマソングは私の道です。お、どんなアーティストさんが作ったんですか。ちょっと、私ですいや、私の道はダサすぎる。お、明日おるんか、よろしく。全公演通いすぎて当日まで誰が出るかわからん。おい、私を目当てで来てよ。アイオブザタイガー。いつもなっちゃんと見つめ合うと素直におしゃべりできません。どうしたらいいですか。心を丸裸にして来てください。はい、登場曲みたいな。なんかいいね、かっこよ。なんかでもいいなって思う野球選手の人とかさ、登場曲とかさ、マジでさいいよね。あれで登場曲ってさ、いつの時代、なんかプロレスとかさ、プロレスだっけ、ボクシング、プロレス、なんか登場曲っていうさ制度をさ作ったのって誰なんだろう。あれいいよね、あれいいよね。絶対さ、あの登場曲あるないでさ高まり具合違うと思うんよ。ガン飛ばす笑、あ、でも鼻だれでなっちゃんおるのはモチベ高いですよ。じゃあ明日は私モチベ高めな格好で来てくださいグッズ購入も多分ね、あの会場でやってると思うので、グッズ販売、はい、私一色になってきてください。のまのまウィー。でもさ、なんか本当にさ登場入場曲とかさ自分で作る人とかおるもんね。内本太郎さんが、ありがとう。ハート、ハーチ、打席ごとに違うってすごくない。めっちゃさ、何曲用意せにゃいかん。いつもなっちゃん目当てで公園行ってますよ。その絵文字の顔は目が笑ってないですよ。なっちゃんやっぱり美人さん、今日めるるに似てる。嬉しいな、こんなんだっけ。嬉しい、なっちゃんやっぱ嬉しいコメント何回も読みたいよね。まっちゃんやっぱり美人さん、今日メルに似てる、ありがとう、ありがとう。こんなんよね、なんかハッピースみたいな。メルルさん、なっちゃんとか3回も読んじゃう。
自分で作る人もいるし、アーティストさんがその選手仕様に替え歌してくる。何それ、超幸せじゃん。こんばんは。なっちゃんの家部屋キカワイ、何それ何それ、家部屋キは私だけのものじゃありませんおもろい。でもなんか嬉しいわ、家部屋キを独占できたような気持ちで嬉しいですわ。でも今日は全然、今日は全然家部屋キじゃない、今日全然家部屋キの、今日全然家部屋キのねメイクじゃないんですよ。今日はこのリップの色は完全にブルベ色のリップです。白鬼使いさん、銀色のやつありがとうございます。なっちゃんかわいい、ハート、赤いハート、何回でも読んでってなっちゃんかわいい、何回でも読んでって、もうそこまで読むよ。ナマズ温度、何それ、ナマズ温度を聞いてみるわ。かっこいいんか、その曲は果たして。ナマズ温度は、その曲はかっこいいんか何か今日ブルベ夏って感じね、知らんけど。あでも、ああいや、ブルベ夏、あでもこのリップは多分めっちゃブルベ夏の人、ブルベ夏の人めっちゃいけると思います。で今日は、今日の服装はイエベじゃない、ブルベって感じ、ブルベって感じ。えそうよ、これ思ったより薄い生地よこれ、ほらこうやってやったら、ほらなんか不思議、あら不思議、こうやってやったら 肌色です。だから全然長袖でも暑くないの、肘の色透けてます。私の携帯の裏にはいろいろなものが隠れてます。え待って、あびっくりした、私プリクラ落としたかと思った。じゃーん、プリクラ取りました。お気に入りですか。えほらほらほら、これなのよ私ほら見て、みんなここにいるじゃん、ほらクロミちゃん、え可愛いじゃろ。これなくしたの結構辛くない、これなくしたの辛くないねえ、マジ可愛い、マジで可愛い、こんなものを大阪の街にゴロッと落としてしまった、悲しすぎる。悲しすんぎやん。久しぶりのナビ行きやない、公園って。そうなんよ、めっちゃ久々。なんかね毎回ね公園ね、公園合わんくて。そうじゃん、だいたいね楽屋とかね公園一緒だったらずっと一緒にいるけど、お互いがいない公演が続いてました。じゃーん、いやマジでさ最近のプリクラさやばいよね。私もさ誰かわかんないでしょ、私もマジで誰かわかんないでしょ。だからさなんか昔のプリクラでも思うぐらいさやばいけどさ、なんか最近のプリクラってやばいよねなんかさ SNS のプロフィールをさプリクラとかにさしとるとさマジでさ直接会った時えみたいな、なんかさえってなるよねえこれやばいよな。もう私さもう
もうエイリアンじゃん。こんなに目でっかい人いたらビビるよ。こんなに目ん玉こぼれ落ちますせ。クロミちゃん抱えてる写真のポーズが良い。かわいいでる。え、そう、なんかさ、たまたま歩いてたらさ、なんか呪術廻戦のさ、なんかなんとか展みたいなのやっててさ、めっちゃ五条先生と写真撮れたんだよね。見てー。あ、でも USJ の戦利品あったわ、これこれパレードの時に降ってくるやつパレードの時に降ってくるやつなっちゃんが意外とよく喋るよってメンバー。でも結構みんなとよく喋るよ。私なんか誰かが隣にいたら話すかも。話しかけちゃう。ワンアップ、え、そうやけん私さ今さこのさ緑のキノコ3つ持っとうけんさ、今不死身ないよね。あの何が起きても強い。スリーアップできます。ワンナップを3回もできる。ピヨ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 。どこかに変わりろラッキャがそう待機してるの。3匹。ピン。うわ、明日のヘアアレンジ決めてないです。もうコーンローしようかな。こう肩やばい、いかつすぎる。いかち、かなりいかち。あ、でもね私ね最近気づいたのがさ、見てこれさ結べるのよめっちゃスズメの尻尾みたいだけど結べるってことに気づいちゃったんですよ。手だけ編み込みいいかも。え、可愛い髪型にしたい、したいです。お、シルバーウィークイベント10万ポイントまで行きました。10万の壁を越えた。あれだよね、一つ目のゴールって15万ポイントだよね。うわー、15万ポイントまずは達成しよう。無理やりポニテ。スパローテイルってジャック・スパローがしとるやつ。コーンロー、ええやんって。でもさ、コーンローってさなんか機械とか使わないできんのかな。どうなんだろう。うん、はい、20万ポイントでした。みんな頑張ろう壁は厚いですね。プーチューリーさん、ナイスチューミーシュー。いや私ねなんかね、ちっちゃい頃からさなんか頭皮が柔らかいんですよね。頭皮が柔らかくてなんかそうヘアアレンジとかね全然痛みは感じないんですよね。あ、銀色金魚さんありがとうございます。あ、一応できるんだ、やり方忘れたって。ハロー、ベレー帽枠は空いてないのかなって。ベレー帽かぶる衣装あるっけ。あ、制服衣装か。どうなんだろう、わかんない。私ベレー帽でもこの髪型でベレー帽どうなんだろう。なんかかぶってないのと一緒みたいになりそう。シャッ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 、いいなーって。てかさ、秋服ってさいつになったら着てもいいと思う。結構さね、結構さ今日の私ってさ秋の装いじゃないなんかもう秋始めちゃってるんだけど、なんか今日から始まっちゃった感あるんだけど。ももちゃんのはあのね、多分ねそのタンポポ衣装のやつね、私ももちゃんのじゃないよな。
なんか衣装によって違うよね。うん、お話し会完売目指したい日ある？え、初日、初日でしょ。お話し会完売、初日、初日完売目指してます。初日とラスト。着たいと思った時に着たい服着ればいい。季節なんか知るかマインド。あ、でもそれはそうじゃな。10月も30度ある日が続く。明日長袖着てくつもりだったから、もう秋服でもいいって答えしてる。じゃあみんな今日から秋服秋服解禁、秋服解禁で。こんばんは。幕張、幕張、あ、リアルのお話し会ですか。リアルのお話し会は広島でしょ。広島の日。こんばんは。今回はね、2パターンあるから、2つあるから、オンラインと直接会えるの。直接会えるのは広島。来てほしいな。完売したら嬉しいです。今日のコーデカラー好きやし、似合ってる。私も好き。今年の秋なんかグレーにキュンとくるんだよね。グレー色、グレーのカラー。カバンとか帽子とかも全て、アウターとかも全部なんかグレーのものにキュンとくる。やるなら誕生日近くとラストの広島リアルがいいと思うけど。いやー、そう、直接のやつは広島たくさん来てほしいし、誕生日の近くが福岡だったっけ、福岡だっけ、12月10日誕生日の2日前にぜひよかったら「お誕生日おめでとう」ってフライングお祝いしに来てください。誰よりも早く私にお誕生日おめでとうの気持ちを伝えに来てください。ネズミ色、なんでネズミ星になるんやろ。ネズミ色、チュチュ、ネズミ色でごめん。じゃあこの後このまま前髪を切りに行きます。はい、今いい感じに前髪を分け取れているので、このまま前髪を切りたいと思います。では誕生日見ます。13位のりともさん、ありがとうございます。12位あきよしさん、ありがとうございます。12位、今配信見始めた人、何この人の前髪ってなるよね。ちょ、早くは読まんけど。11位タイムファイヤーさん、ありがとうございます。10位西村さん、ありがとうございます。9位しげさん、ありがとうございます。8位ピノンさん、ありがとうございます。7位ジトクさん、ありがとうございます。6位文吾さん、ありがとうございます。5位月影さん、ありがとうございます。4位ジョージさん、ありがとうございます。3位ウアンさん、ありがとうございます。2位電化会さん、ありがとうございます。そして第1位リチャさん、ありがとうございます。では皆さん、今日もありがとうございました。それでは明日は花だれ公演、当日券もありますので、よかったらお近くの方で見に行きたいなって思う人は見に来てください。軽率に来てくださいではでは、今日も一日ありがとうございます。お話し会も待ってます。配信最後、なっち向いてほい、いきますよ。せーの、あっち向いてほい、上。今日も一日ありがとう。おやーん、おやすみ。